つまでも写真に残したい瞬間。プリントすれば毎日はもっと楽しくできる。写真ともっと自由に、もっと楽しい毎日を。写真ともっとプリントデイズ by 富士カラー。見つかるあなたのプリントデイズ、富士フィルム。いつまでも写真に残したい瞬間。プリントすれば毎日はもっと楽しくできる。写真ともっと自由に、もっと楽しい毎日を。プリントデイズ by 富士カラー。見つかるあなたのプリントデイズ、富士フィルム。お気に入り、なんか全体通してこう写真を撮りに行く旅をしているような気分で、すごいいろんな洋服も着ていろんな景色見てっていうのはなんかずっと楽しいです。もったいないなっていうか、なんかもっとこうふんだんにドラマにしたいくらいのこう情弱で見たいくらい、自分でもなんかすごい楽しい自由な時間がいっぱいあるのが印象的ですか。友達役のお三方もすごい楽しい方々で、いろんなお話ししながら結構自由に話せて楽しかったですね。仕事があるからこそ、キックボクシングのこう練習の時に、練習って言い方なんか選手みたいですけど、なんかジム行ってる時に、なんかもっと本格的にこう耐えれる体になりたいんですよ。私今スパーリングよくやるので、だからこう今は怪我しないようにとかも含め、自分だけは攻めれるんですけど、相手は軽くこの辺に当てるとかで、なんかどん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 物足りなくなってきてなんかもっとこう耐えれるお腹とか、なんか足とかお尻とか、こう当たっても大丈夫な筋肉をつけてなんかもっと強くなりたいです。最近ちょっと飽き始めて全然行ってないので、トレーニングをなんかいっぱい今年したいなって、運動したいなって思ってます。最近料理ちょくちょくするんですけど、やっぱ基本的に作るものが大体おつまみみたいなご飯ばっかりで、でも美味しいし、私お酒も好きなので、結構食べたり飲んだりしながらこうダラダラ過ごすのが最近結構癒しというか、だからそのおつまみメニュー、健康的でもありつつ、なんかこうバター炒めであったりとか、きんぴらみたいなものとか、ちょっとだけこう煮魚みたいなものとかがいいですかね。毎回これが定番っていうものはないんですけど、母が何でも作れる人で、ずっと外食をほぼせず、ずっと3食お母さんのご飯を食べて育ってきたので、なんかああいうこの食材使ってこういう味食べたいって言ったら、なんとなくいろんなもの混ぜて作ってくれたりとかするので、なんかでも全部他のお店で食べたりとかしても、お母さんのちょっと中学で結果お母さんのが好きってなるので、なんか広瀬家の味っていうより母の味みたいなのが結構多いですかね。なんだろうな、でも今回の撮影が楽しいのもの一つでもある、私洋服がすごい好きで、その中でもアウターがすごい好きで、アウターとシャツとパンツが好きなんですけど、それは結構うちに遊びに来た友達とかに量を見て驚かれますね。だからコレクションってより、なんか好きすぎてどん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 集まっていくっていう
それは人にあんまあげず、着なくても結構自分で持ってるものがアウターとかですかね。私がすごい好きなブランドがあって、そのブランドを誰に言ってもあんま伝わったことがないブランドなんですけど、なんか今回のスタイリストさんには伝わって、その衣装がさっきあって、それと同じようなとこのブランドだってこのパンツも言われて、なんか好きな、なんかテイストのお洋服がたくさんあって楽しいです今日やっぱり猫ですね。写真撮るって言われたり、なんかこうカメラロール自分の携帯の中見てもほとんど猫なのでなんか飾りたいですね。いっぱいこう猫ちゃんの部屋みたいなのがちっちゃく作るのが夢なので、その部屋作ったらなんか可愛らしい猫のためだけの部屋を空間を作りたいです